落合観音堂は、宮城県仙台市大白区四郎丸落合にある、仏堂。修験堂昔小山落合寺が別当時であった。現在は、新言州地山八院の光西寺に属する。仙台三十三観音霊場第三十一番、札所。本尊は、遠任作との伝承がある十一面観音で、別名は、中木観音。境内に三十三大師を祀る。 大指道がある。関音堂はかつては袋原村にあり、関永三年に、伊達政宗が揺り上げへの閉じ、関音堂の前を通ると霊言が起こったというので、関永四年に政宗の命を受けた、笹宗綱により、当地に、かやぶきの道具が創建され、移転される。主源の大善院に、昔小山内合寺の事業を与えて、別当とした。 馬術で藩内で著名な武行の中村ひなたが絵馬を奉納している。明治時代の神仏分離令により昔小山、落合寺より分離される。昭和25年に光西寺に帰属。現在の建物は昭和26年名取川改修に伴い移された。昭和44年8月29日に宮城県の有形文化財に指定された。 平成4年7月7日に、中村慶帝常馬図絵馬をはじめ、ひくま図絵馬、宇治川先人図絵馬、近藤版押出し見えと絵馬の4面が仙台市指定有形民族文化財に指定された。ありがとうございます。